韓国オサム一部は27日、南北共同連絡事務所の会所日程延期の可能性について、遅延というよりも、南北間で支障なく履行していると述べた。オサム一部のペクテヒョン報道官この日、定例会見で、8月中の会消を目標に準備してきており、現在、南北間の会所日程など協議が行われていると伝えた。 解所費が9月に延期される可能性については、予断して話すのは適切ではないとし、8月が残りわずかだが、もう少し状況を見極める必要があると付け加えた。